なんかちょうど。ちっちゃい。チンタさん。釣れた、釣れてます。あったたい、なんだろう、これはなんだね、なんだろう、何が釣れてるか、なんか釣れてます。あんまり大きくない、あー、クロダイ、クロダイです。やっとね、エビで釣れました。で、シンカーはですね、G の5っていうタイプですかね、あのすごい小さい極小ですね。それをフロロのハリスに、ミチ糸はダイソーさんの100円の、100円で 100m ですね、3号ピンク色ですね。今もう売ってますけど、もうそれで頑張ってます。針はですね、自分で針を、作る、道糸とつなげ、ハリスとつなげるための機械をちょっと購入しまして、それで自分のオリジナルのハリス、まあ、仕掛けを使ってます。針はですね、オキアミをつけるものですから、オキアミをつけるために、あの外れないように剣付きっていうものをですね、選んでつけてます。剣付きチヌ4号ですね。で、ハリスはですね、シーガーさんの方、どういうタイプだったかな、チヌ用とかっていうか、そういう、なんかそういうチヌ係とかって、そんなような名前のあれですね。ごめんね、ちょっと食い込みがすごいんで、なかなか外れません。一応タイが釣れました。これはリリースします。なんか釣れてます。今回はフライ竿ですね、フライ用の竿で、で中通しの B の重りで、ハリスはフロロカーボン 1.75 ですね。シーガーさんのですね。で、あと針はオキアミ用のチヌを自分で結んで、ガン玉は G5 ですね。針から50センチぐらいですかね、のところに打ってます。5台です。で、餌はオキアミ台ですね、マリキューさんのオキアミです。よいしょ。フライ用の竿はですね、同調子のものが多いもんですから、すごく投げやすくて、扱いやすくて、硬くなく柔らかくなく、本当にちょうどいいですね。スピニングリールとの相性も、小型のスピニングリールとも相性も多分いいと思います。独自のですね、こんな感じのタック、自分でこの台座をですね、つけてですね、本当はフライ用なので、こう改造してます。はい。で、この台です。逃がしてあげます。
ありがとうね。ありがとう。もうちょっと大きくなってから釣れてね。何か釣れてます。ちょっと軽いかな。軽めですね。まあエビですから、まあクロダイぐらいしか食ってきてくれないとは思います。あ、クロダイですね。あ、黒、これはそうですね、黒ですね。これです。何か釣れてます。あれ、外れたかな。あ、ついてる。なんだろう、ついてる。さあ何が上がってくるでしょうか。あ、クロダイだ。クロダイです。チンタです。オキアミで釣れました。チンタです。釣れてます。もう重たいな。今度はさっきのより大きいかもしれない。おお、結構潜るな。おお、出てこい、出てきて。おお、さっきよりちょっと大きい。さっきよりちょっと大きいです。ちょっと大きいです。さっきよりちょっと何か釣れてます。オキアミをつけたんですけど、何か反応ありました。結構軽い。あ、クロダイですね。チンタです。です。なんか釣れてます。重いぞ今度は。重いぞ。あ、これだよ、これだよ。ないです。どうだい。よいしょ。どうだいが釣れました。がかかってます。どうだいです。クロダイです。
ごめんね。